ャンピオンリーコは、この物語の主人公だ。チャンピオンになって、暇を持て余したリーコは、旅に出ると抜かして、新たな地、鎧島に行ったのである。そこで、セイボリーとかいう、稲毛なものと出会い、鎧島で道場に入門しようと決心したのである。リーコは道場に入門して何になるつもりなんじゃろう？そんなリーコのガラル物語の始まり、始まり。空気が読めんかったんじゃね。本当にね、みんなの注目の的になっちゃってるよ。それはミツバさんが大きな声を出すからで、私のせいじゃ。人のせいにせんのよ。じゃけど、リーコは道場のみんなから歓迎されとるね。それは私がガラルでチャンピオンになったから。この島ではリーコがチャンピオンになったことは知られてないみたいだけど、チャンピオンって知っとったらビグダを探してとか言われんじゃろうしね。そんな。それにリーコは不審者扱いされてる感じにも見えるよ。この少年に門下生リストに存在しない人物って言われとるけえね。どうやらこの少年はミツバさんの息子さんで、いろんなものを作れる手先が器用な子みたい。お宅前、後ろ姿はそうには見えないんだけどな。マスター道場の師匠に対してさすがにそれは失礼なんて。そうか、ただのそこら辺におるジジイにしか見えんけど、これみー。ほんとだ、しかもお腹出てるし、話し方もこんなのだし、この人本当にここの師匠？君たち言い過ぎじゃない、こんなのでもここの師匠だよ。そういう類蜂もこんなの呼ばわりしよるじゃん。これは仕方ないよ、だってよろっくねーとかいう師匠なんて見たことないもん。私は空気を読んで師匠によろっくと言ったのであった。それは空気を読んだって言わんと思うんじゃけど、師匠は普段ボケっとしてるけど本気出したらすごいらしい。あれのどこがすごいんかね。師匠をこんなに呼ばわりした僕が言うのもなんだけど、余裕をかましてたら痛い目に遭うよ。これまでもリーコは余裕をかまして痛い目に遭うたもんね。早速ポケモン勝負をしようって言いよるけー。チーター本気で審査よ。言われなくてもわかってるよ。それにしても、このじいさんのテンションはどうなっとるんじゃろう？陽気で楽しい人なんだと思うよ。悪い人ではないんだと思う。道場の競いなんだけ、当然あのタイプのポケモンを出してくるんかのう。やっぱりのう。そして私が出すポケモンはこちら。なぜ使いかな？エアリーは防衛するから。それに相手がしてくるであろう攻撃の弱点じゃないから。夜は出せるポケモンが臭い花しかおらんかったてやろ？早速、エアリーはどけ倒しちゃうよ。って、猫だましっか。片付けられないね。まあこれはしょうがないよ。キラキラおっとるし、次で決まるから大丈夫だもん。え、だいぶ帰り、次で決まるんじゃなかったんか。決まらなかったね。私の性格が。なんだよ性格って。人生そう簡単に言われたのによ。体力が出てきたんだね。格闘タイプのポケモンじゃないんだ。わしもそれ思うたわ。トリンクが出てきたのなら次でポケモン変えなきゃ。頭脳タイプのあのポケモンをリコはトリンクしてるのにね。あのポケモンとは何じゃ。見てたらわかるよ。ポケモンを変えようと思ったんだけど、あと少しで倒れるから、このまま草野くんで戦うぞ。それも一つの策じゃのう。チャンピオンになって、チーター賢くなったか。それはないと思う。なんじゃろう？ V8 の毒舌が聞こえてきたような。気のせいなんじゃない？わしの気のせいか。わしは疲れとるんじゃろうね。気のせいじゃないけどね。さて、今度こそ決めてやるんだから。勝負チャンピオンリーコの実力を見せてやるよ。また、猫だまし。人生そう簡単にはいかんのによ。猫騙しをしてくる予想ができないのは、さすがリーコだね。そこまで言わなくても。V8 はリーコに人生そう甘くないいうことを、教えとるんよ。さ、この技で倒せるはず。なんや、自信なくなったんか。さっきのことがあるから。だけど、今回はうまくいったね。ショーも私に対して怖がってるみたいだし。あら、半分リーコをバカにしとるんじゃない？そうなの？煽ってる感があるよね。怖いだけ、リーコはダメなんや。ショーに勝てたから私はすごいんだもん。デカレンされとったんじゃないんか。リーコは本当お花畑じゃ。僕もそう思う。この会話にしてもリーコがバカにされてる感があるし、お弟子さんも師匠が本気出してないって言ってるし。私のこと何者って言ってる人だっているよ。だから私はすごいんだ。チャンピオンになった人間に何者って言うのかな。リーコがガラルのチャンピオンになったことは、この島では知れ渡ってないっちゅうことじゃね。この師匠なんか裏がありそうじゃけど、気のせいじゃろうか。裏があったとしても、道具委員長よりはマシなはず。多分、だって、道具ペットくれちゃうんだよ。道具ペットはベッドだぜ。着替えてみよう。なんかいい感じじゃん。似合ってるね。スピア柄だけどね。私が見たことで道場の定員が揃ったらしい。これから3つの修行をしなきゃいけなくなっちゃった。この修行を全てクリアしたら秘伝の鎧をくれるんだって。今デマモンが乱入か。セイボリーが来たことは気に食わないな。それに自分も道具セットが欲しいって言い出すの厚かましいよね。大変やつじゃ。こないなんに時間を取られとうないのう。さっさともらいんさいや。私の貴重な時間を。あれ、何がどうなったの？
セイボリーの道具セットが何者かに奪われてしまったみたいだね。ラマー見ろ。私に意地悪をしたバキが当たったんだよ。セイボリーの道具セットを奪った犯人は。ヤドンだね。でもヤドンってこんなに素早かったっけ？のっそりとしたイメージがあるよね。お弟子さんたちもびっくりしてるね。一体このヤドンたちは何者なんだろう？セイボリーに返さんでいいよ。これまでのことがあったけ、スカッとしとるわ。その後、ヤドンたちは。逃げていっちゃった。セイボリーは道着セットを取り返すため、ヤドンを追いかけていったようじゃ。ヤドンはこのじいさんが一つ目の修行のために育てたみたいじゃ。ヤドン3匹を追いかけて倒すのが修行なんだね。ついでにセイボリーの道着セットも取り返してこなきゃいけないんだって。セイボリーが道着セット欲しいって言うから、余計な仕事が増えたよ。セイボリーは空気読まぬやつじゃのう。ほんと、それだよ。じいさんが去った後。みんな走っていっちゃった。ブルッブまで走っていっちゃったよ。リーコアで遅れちゃったね。みんなが早いんだよ。おめえが遅いだけだよ。うわー、雨降ってるし、しかも土砂降り。こんな中、ヤドンを探すなんてちょっと。帰りんじゃね。まだヤドンはいたんだね。もうとっくに遠いところに逃げたんだと思ってたよ。私、出遅れてなかったんだ。リーコアのんきでええの。本当に羨ましいよ。その計画。そうでしょう。リーコアバカにされとるの気づいとらんもんじゃね。ほんまにその性格羨ましいの。さあ、暴風ヤドンちゃんを捕まえに行くよ。さっきに来てるだけど、なんか怖くない？じいさんが手間暇かけて育てたヤドンじゃてーめ。え、野生のポケモンに遭遇してくもいとるし、さすがリーコじゃ。目の前にいるのに見えなかった。気を取り直して、今度こそヤドンに。私のおしんじゃあ、ようやく1匹目のヤドンに会えたよ。やっとじゃね。初戦はヤドン、ちゃんちゃんにお話ししてきました。4人をかましてたら痛い目に遭うよ。言われなくてもわかってるもん。リーコは頑固者じゃけー、言うこと聞かんじゃろうね。道着セットを取り返したぜ。ってことは、あと2匹も道着セットの一部を持ってるってことだよね。そういうことになるね。はよ、残りも捕まえんさい。2匹目。それは聞くじゃない。だって、ヤドン弱いから。ヤドンとの戦いを見てもつまらんっていうことだね。道着 T シャツと道着パンツを取り戻したぜ。残りはあと1匹だね。ってことで、ラストよー。最後は道着を掲げてみた。他の国だけじゃつまんないから。それにしても、こんなに修行を簡単にこなせているのだろうか。道着フローズと道着レッツを取り戻したぜ。これで道着セットを全て取り戻せたんだね。師匠に報告に行かなきゃいけないみたいだけど、また今度でいっか。マジか。一つ目の修行をクリアしたリーコ。修行が簡単だったぜって4人話しとるみたいじゃ。こんなんで大丈夫なんか？リーコのガラル物語はまだ続くのである。